はいえっとマリアスケートの岡崎純と申します。えー、私たちは1955年創業、えー、の下町両国で糸、えー、メーカーとしてえー、と仕事をしております。国内外問わずあの多くのブランドに私たちの糸をオーディしているという形です。まあ皆さんが本当にご存知のような知らない人がいないようなあのヨーロッパのまあ某ブランドだったりとかまあそれも国内国外ブランドの方々とあの一緒にお仕事させてもらってます。 そうですねもともと私たちはずっとその申し上げた通り1955年からずっとこう糸を販売している中でその話題とかトレンドっていうのはこう移り変わっていくと思うんですけど暗号通貨だったりとか NFT だったりとかそういうものがこう社会でこう一般化していく中で、まあ、私たちもその糸を売るだけじゃなくてほかに何かどういう形どういうものをこう新しいものとして取り組んでいけるかっていうことを常々こう社会社の文化としても考えているんですけれどもその中でこの NFT っていうものを うちの,の社員もそこからの流れで NFT との関わりをこう持っていこうかっていうようなことをこう会社の中であの話し始めるようになりました。でその中で、えー、NFT をこう勉強していくあの中でみ、まあ、穂さん にお会いしましまてで、そこでその美穂さんがその保護猫のプロジェクトあと NFT というそういう掛け合わせた展示会をやってるのをまあ聞きましてでそこでちょっとそこの展示会に行って、まあ、その中でこの NFT ってまあいろんな可能性があるんだということをまあその展示会で美穂さんとも会話する中で知り。 で、私たちがその、まあ、老舗の糸メーカーという形の中で、まあ、どういうふうに NFT に関わっていくかっていうときに、あの、NFT の、あの、ドット絵とか、そういうものと、あと、まあ、ニットでいう、こう、ジャカードっていう、こう、柄組み、柄を組んであるこういうニットがね、こういうのがあるんですけど、まあ、これをこう、作る上でのそのパターンの、プログラムの図とか、そういうのが、すごい NFT のその、アートとすごい似てるようなところがあって、なんかニットでもこう、NFT の、なんて言うんでしょうね、表現とかっていうのを、 ニットで表現できるんじゃないかっていうことをちょっとひらめいたってところで今回一緒にあの美穂さんと一緒に共同してなんかできればなっていうことであの入り始めたっていうのがスタートです特に今回のじゃあこの白ピンクの,のニットに関しては2つの素材を使ってます私たちのオリジナルの糸でアルパカ素材のやつとあとウール素材のやつ。 2つ使ってるんですけど、特にこの真ん中の猫の柄猫のこの顔のところっていうのは2つの糸を組み合わせてプラスそこに熱を加えることによって糸がこう縮むんですよねで縮む糸と縮まない糸を2つ使ってるのでこういうちょっと脂肪感というか糸が盛り上がったような、あのー、表現になってそういうところにこう猫っぽいふわふわ感っていうのをこうちょっと表現してみたりだとかオレンジ黒のこのトラ柄のやつも同じの2種類。 使ってますけれどもそれも同じような形でふわふわ感だとか脂肪感っていうのをこう追加してるでプラスやっぱ色糸の,あの色の発色がいいものを使ってるのでき、まあ、綺麗な色が出るっていうのが結構こだわったポイントかなというふうに思いますあとまあ2つとも2つの素材もどちらも結構何ていうそしてヘアリーなというか少しそう毛羽立つようないい目で毛羽立つようなあのタッチが出るような糸を使ってるので、まあ、そこもちょっと保護猫っていうか猫ちゃんの、まあ、印象とかあの雰囲気をちょっと入れと入れて。 表現したいというようなあのー、ところがポイントですかね。苦労したところはガラ組ですよね。やっぱこのねこの猫ちゃんもそうですし、えとあとなんでしょうね。こっちの猫ちゃんでいうとこのニットの下の部分とかっていうのはすごいあの柄が細かいので、あのガ、ー、ラ組そのプログラマーの方たちも結構大変だったかなと思います。はい。もちろんそこはもう本当に前向きに。 どどんどん,どん,どんチャレンジしてていいいきたいなという,ふうに思ってます、まあ、特にこの例えば NFT のアートをさらにニットにするっていうのはシンプルで簡単っていうのは簡単ですかんあの。柄を組んで編んでしまえばいいのでただ私たちの持ち味としてはあの、まあ、製品分もあるので NFT のアートをベースにしてプラスオリジナルで例えば今ちょっと言ったような2つの糸を掛け合わせてこういうた違う表現試してみたりだとか、まあ、柄組、まあ、こういう下の部分とかとか、まあ、猫ちゃんのこういう顔のとことか、まあ、こういうあんか。 ただ,ただ柄組みをして編むだけじゃなくてプラスアルファの提案とか表現というのを私たちは得意にしているのでアートを例えばニットにするとかっていうことであればアーティストの方々とまた私たちのこ,のこれまでの,このノウハウとかというのをまあ組み合わせてまた新たなこう価値観だとかそういうものをこう一緒に作っていければいいなというふうに思ってます私たちはもうこれまでずっと糸を作ってお売りしてきたっていう、まあ、歴史がありますので、まあ、そこはもちろんこれからも 止めることとなくずっっ糸を打ってきますし新しい文化だったりとかカルチャーだったりとか新しいテクノロジーだったりとか、まあ、そういうところにもこう日々こうチャレンジしていって、まあ、新しいことをこうどん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 こう取り組んでいけるような会社としてこ,うこれからも成長を続けていきたいなと思っております。